本日はですね、もう本当にどこの誰に需要があるかよくわかんない動画撮っておこうと思うんですが、本日の動画はですね、メロチが一回スーパーにお買い物に行くとどんなもん買ってくるかっていう動画なんですけど、まあ、ざっくりバッて並べてみるとこんな感じでございます。メロチいつもさ、お買い物行くとさ、本当に一回のお買い物のね、量がね、めちゃくちゃ多いんよ。ただこれがもうなんか普通なのか何なのか分かんないけど、メルチのお買い物の量って本当にね、毎回多いの。だからお買い物してきたものを冷蔵庫にしまいつつ、まあこういうの買ってるよみたいな、スーパー行くとこういうの買ってるんだっていうのをね、紹介していこうと思います。暑い。めっちゃ暑いよ。見てこれ。一緒。アイリスオーヤマのミニ扇風機。キッチンでさ、ご飯とか作ってるとさ、暑いやん。まあ、リビングのドア全開にしてクーラーこっちまで効かせたらいいんやけど、キッチンの匂いがリビングに入っちゃうのがね、っていうので買ったの。はい、ということでしまってこう。ちなみにみんなはさ、スーパーに買い物行くとさ、どれくらいの買い物がさ結構一般的なの？まずもう大体いつもこんな感じだからさ、まあもちの論で絶対買い物はもう馬車で行くよね。でも朝一だからもう大体服装もこんな感じ、髪もこんな感じ、メガネだし。ほんまに起きて歯磨きだけしましたぐらいの状態で出てく。朝は人が少ないからもうね、息抜きなんよ。ただな、朝行くとな、ちょっとな、賞味期限がちょっと短く感じる。気のせいかもしれへんけど、やっぱ昼回ってから出してきた方が一日でも長いかなとは思うけど、まあ朝行く方がいいかなっていう感じで、絶対に行ったら買うのはね、これコーラの缶ケース買い。あとな、多いよ。じゃあもううちケース買いするんやけど、ただほんまにうちみんな基本的にさ、多いよじゃあ飲むんよ。重さよりもすぐなくなるから買い物が追いつかへんし、毎回さ、このコーラ缶のケースと、この多いよちゃんのペットボトルのケース買いしとると、ほんまにめっちゃ重いし、多いし量が大変やもんで、最近多いよちゃんはアマゾンで定期的に送ってきてくれるやつも活用しつつ、最短で2週間周期やから追いつかへん時があるの、夏とかは特に。そういう時はもうスーパー行った時に自分でケースで買ってきます。冷蔵庫の中が空っぽ。まずね、決まっていける場所を確保しないとあかんね。何からしまってこうだ。まずはじゃあ、最近龍姫がおやつかよっていうレベルで食べるカニカマ。でもこれ毎回買います、絶対買う。でこれはパスタね、早茹で便利。牛乳、牛乳もうちめっちゃ牛乳買ってくんねんけど、りゅうちゃんが牛乳すごい飲むから、このちっちゃいタイプをだいたい6個から本当多いと10個ぐらいこれを買ってきます。今回はね、大きいボトルもさ買ったから多分6個。なんか大きいやつやといちいちさ、コップに入れて飲まなあかんからさ、このちっちゃい方が飲みやすいみたいで、りゅうちゃんはこのタイプをよく飲みます。はい、あととろけるチーズ、バター、バターもよく使う。だから2回に1回ぐらいの頻度で買ってくる。あとはもうストックとして置いときたいから、紅生姜と福神漬け。あとめっちゃ久々に買ったキュウリのキュウちゃん。チーズ、なんなら家にストックがあるんやけど、メロってさ、ストック中やもんね。なんかストックがちゃんとないと嫌な。そして龍姫が大好きピルクル、龍ちゃん大好きトカチヤーグレタ、姫ちゃん大好きとろけるゼリー、豆腐。豆腐は特にこだわりないので、
安い音を使ってる。そしてこのジュースのこれにね、結構適当にこのサイズのジュースをいっぱい買ってくるんやけど、レモンティーとコラーゲン。マーミー、マーミー、ストロベリーオーレイ、カフェオレからのカフェオレ。もうリュウちゃんがさ、よく眠気覚ましにさ、塾行く前コーヒーとか飲むんやけど、リュウちゃんはこういう白い缶のボスが好きらしいんやけど、ちょっと間違えて買ってきちゃった。あ、白い缶、白い缶のコーヒーって思ったら、これワンダーやった。完全にやらかした。あとはもう適当に、ブーちゃんもコーヒー飲むから、コーヒー。そして、デルモンテのカットトマト。これ、ストック。シナカン、これもストック。お茶漬けの素、これはめっちゃ久々に買った。これもストックやね。ラー油、シグレ。いや、これさ、めっちゃメロチの中で衝撃的やったんやけど、チーメロ製ってアサリシグレのおにぎりってコンビニに普通に売っとるんやけど、東京の人におにぎりといえばみたいな話したさ時にさ、え、シグレやんなみたいな言ったらさ、それが通じへんかったことがすごい衝撃的やった。美味しいんやで、このアサリシグレ。飲んどこ、喉乾いたから。であと、え、結構なスーパー行くと、スーパーで数日の献立を考えながら買い物するタイプやねんけど、昨日なテレビでなエビチリを見て、あ、今日エビチリ食べたい、ほんで餃子も見てな、あ、餃子食べたいってなったから、今日のご飯はエビチリと餃子はとりあえず作ろうと思って、エビの冷凍。なんかほんまはさ、一個一個むくエビにしようかなと思ったんやけどさ、むくエビさ、なんかちっちゃすぎてさ、ある程度の大きさは欲しいやん、エビチリ。でね、結構エビチリ作るときは、この大粒むきエビみたいな感じのやつを使ってエビチリ作ります。これもストックで、豆。で、餃子。うちは、餃子作るときはこのね、大判タイプを使います。単純に巻きやすい。で、りゅうちゃん大好き、かまぼこ。こう見ると、りゅうちゃん練り物好きなんだから。豚ミンチでしょ？あ、これ今日使うから上に置こう。これ、肉は割と適当に買ってくる。鶏もも肉を2パックと、牛豚ミンチを2パック、豚バラ肉2パック。で、あと、こま切れやろ。なんか、とんかつ肉。だいたい1回買い物行くと、もう何でもそれなりに作れるように、ミンチ系と鶏肉系、豚肉系は一通り買います。で、あと今日なスーパー2軒はしごしてきたんやけど、もう一個これ違う方のスーパーでバラ肉特盛り。スーパーはだいたいいつもイオンの系列のスーパーに行くんやけど、これ足りひんかったなとか、多いと3軒ぐらいスーパーはしごする。ふりかけ、油揚げ。油揚げってさ、意外とさ、あると使えるよな。2回に1回ぐらい買ってくる、油揚げ。そして、餃子を作るために、カットキャベツ。まずは、キャベツをカットするよりも、このカットキャベツをした方が早いから、餃子作るときはカットキャベツを使います。野菜室ゾーンに行こう。その前に、多分前にもなんかで紹介したかな、メロツは野菜は買ってきた日にちをね、これにバーって書いて貼りながらしまっていきます。これね、意外にこれこんな前に買った野菜なんみたいな、なんかそういう目安になるんで、ちょっとひと手間やけど、あった方が便利っていうことに気づきました。なんかさ、いつもさ、カゴをさ、これ自分で買ったマイバッグなんやけど、カゴをな、2つ持ってくんやけどな。でも2つじゃ追いつかへんから。結局な、有料のレジ袋も買うはめになっとる。これ今日海苔で買ったたこ焼き。これメルチお昼ご飯に食べようと思って、買った春巻き。そして、これメルチお昼ご飯に食べようと思ってカキフライ。あんまりこういう惣菜って買わへんの。っていうか夕ご飯にぶーちゃんは、たまにはシータン惣菜でいいよとか、冷凍のもんでいいよって言うんやけど、なんか知らんけど変な主婦のプライドというか、めっちゃちょっと完璧主義者なとこがあるから、絶対子供らとか、まあ、ぶーちゃんに対して出すご飯っていうのはもう絶対自分が作ったご飯じゃないと嫌な。
だからこういう惣菜は買ってきたとしても基本的にミロチのお昼ご飯とか、 なんか自分が食べるよう、なんか変だな、こだわりがあんの、なんでか知らんけど楽したらいいのにって思うんやけどな、それができへんの、なぜか。鮭買ってきたんやった。鮭はね、激辛って書いてあるやつが好きなの。キュウリ2本、これに書いたやつを貼りながらしまっていくの。長芋4つ、めっちゃ大きい玉ねぎやった。見て、めっちゃでっかない玉ねぎ5個。ビニール袋もびっくりやわ、玉ねぎのでかさに。レタス、レタス今高いね。ちょっと前まではさ、もう78円とかそんなんで売っとったのにさ、今日258円かそんなんやった。もうね、この辺の野菜もとりあえずあったら何かしらご飯作れるやろうなと思って買ってくるのは、ほうれん草と小松菜、ブロッコリーもよく買ってくるんやけど、とりあえずあれば何か作れるかみたいな。とね、今日いいブロッコリーがなかったわ。あと水菜、餃子作るからニラ、ネギ。うちはいつもカットネギをね、大きいパックを買ってきます。ネギはね、ブーちゃんもリュウちゃんも好きやし、リュウは毎日納豆をね食べるんやけど、絶対納豆にネギ入れるからこれで買ってきちゃってます。ほんで豆苗、最近ね、なんかね、クラシルやっけな、クラシルのなんか豆苗ともやしを豚肉で巻いてレンジでチンしたらできるみたいなレシピをね見つけて、それがすごい美味しくて最近そのレシピにハマってます。えのきとしめじ、これも絶対買ってくるな。これも常備野菜やな。人参、北海道産やって。キャベツ、キャベツは いつも半分のカットを買います。なぜなら1個もでかくて入らんし邪魔やから。このカットキャベツがなかったらしゃあなし、1個まるっとのを買うけど、カットされとる半分のタイプがあるんやったら、目立ちはだいたいこっちを買う。結構場所取るよな、キャベツ1個丸々買うとな。あとはもやし、もやしも常備野菜かな。でももやしってすぐさ賞味期限切れるよな、早めに使わなあかんよな。りゅうちゃんの納豆、りゅうちゃんは青さが好きなので、このなんか青さのりのタレの納豆を気に入って食べてます。卵は絶対2パック買います。なんやろ、メロチめっちゃ卵使うんよ。めっちゃ卵使うから1パックやとすぐなくなってしまうので、絶対2パック。パン粉、これもストックです。マカロニグラタン、チーズソース用、めっちゃチーズソース用が好きやな、このシリーズは。メロチ惣菜とかはいえちゃんと自分で作りたいって言うけど、こういう感じのちょっとこういう手助け感のやつは作ったりするよ。全然活用する。ただのクックドゥとかああいうのは使わんよ、プライド。ほんだし、これは絶対調味料として必須よね。これもストックでなくなると困るから買ってきた。カレーの、これもストック。うちはカレー作るときはジャワカレーとコクマロを半パックずつを混ぜ合わせて作ってます。シャウエッセン、なんかさ、アキラがさ、俺ソーセージ絶対シャウエッセンがいいって言って、チキソーセージやったら絶対シャウエッセン当てれるとか言うんやけど、ちょいちょいな、あれシータン今日のソーセージシャウエッセンじゃなくないって言ってくるの、いいシャウエッセンやでって言うんやけどな。とりあえずシャウエッセンがいいらしいんで、ソーセージはシャウエッセンを買ってきます。で、あとはハムとベーコン。うちね、ベーコンはそんな言うほど使わんけど、ハムは結構使うんで、買い物行ったらだいたいハム2セットとベーコンを1セット買うか、ベーコンは2回に1回ぐらい買うかって感じでございます。インラーメン、たまに食べたくなるよな。あ、やべえ、カップ麺入れるとこに入らへんかも。入らへん時はもうこういうのはね、バラでしまっちゃう。冷凍うどん、うどんってさ、生のうどんで売っとりゃ20円とか30円とか、ああいうのよりさ、冷凍
凍うどんの方が美味しくない？うどん買うときはいつも冷凍うどんを買います。もうバラしてしまったよ。うちみんなうどん好きなメロディ以外は。そしてこっからはおやつゾーンかな。りゅうちゃんの大好きタキキですよ。黒胡椒あられ、りゅうちゃんの大好きなあられです。そしてのり巻きせんべい、これもりゅうちゃんの好きな。全部あられ。これは姫ちゃんに。カプリカとカプリカの頭とヤニヤニつけ棒、ベリー、フランキーポール、いやビッツやった。これはお菓子の引き出しがあるんやけど、多分ここに入れちゃうと買ったことを忘れそうやから、これは姫ちゃんの机の上に置いてくる。あ、まだ忘れよった、姫に買ったんや。アンパンマンチョコ、これ姫ちゃんとりゅうちゃんのお菓子。あとはね、パン類。うちさ、朝はさ、朝食はパンなの。だからね、菓子パンをね、常にね、こう常備しとくんだ。はしごした先のスーパーはパン屋さんがね、中に入ってるんで、パン屋さんで買ったパン。おまけあったら、数日持つやろ。ここからはですね、おもちゃんに買ったもの。ワンちゃん用品ですね。ワンちゃんの国産牛乳。これね、メオチが自分に一日密着みたいな感じの動画出した時に、結構ね、犬に人間の牛乳を与えてるんですかみたいな、めっちゃコメント来て、いやなんでさ、牛乳イコール人間の牛乳っていう思考になるの、そうなると思いながら、あ、ワンちゃん用の牛乳をわざわざ買ってきて、それをあげてます。メオチそんなにアホちゃうから、おもちゃにこれあげていいかなって言うけど、全部とりあえず一回調べてからするから安心して。え、そんなずさんじゃないよ。あとはね、おもちゃん用のなんか缶詰、レバー&チーズ、ささみ&チーズ、鶏ささみのスープ2個やろ、ささみ&砂肝2個。とりあえずこんだけあれば、基本ドッグフードやねんけど、たまにあげるんよ缶詰を。それ用のストックでございます。ちなみにおもちゃんにあげてるこの涙キラキラボールやっけな、これもめっちゃストックがあるんやけど、気のせいかな、涙キラキラボールあげつつ動物病院でもらってきた目薬みたいなしとったら、ちょっと涙だけ薄くなった気がする。気のせいかどうかは分からない、そんな気がする。で、一時期もう買ってあったストックがなくなってあげてなかったんやけど、そしたらなんかまたちょっと涙だけ濃くなってきたかなって感じたから、これまた最近買ったストックで。でもこれ分からんよ、メオチの気のせいかもしれへんけど、あ、なんか上げとる方が涙だけ薄くなった気がするもんだよな、上げた方がいいんだな。でもどうせ上げるんやったら、おもに対していいな、プラスになるおやつの方がいいなと思っていっぱい買った。はい、あとはね、ペットスウェット、これはたまにあげる、お散歩行った後とか、ちょっと今日水分補給あんま飲んでへんなとか思う時にちょっとこれで与えたりします。ここからは日用品のね、ラスト、ゴミ袋。これもストックでしょ、各それぞれの歯磨き粉のストックでしょ。これ竜姫で、これメロチで、これがブーちゃん。それぞれ歯磨き粉の使いたい種類が違います。うちはトイレのなんかの詰め替えやろ、なんでトイレのなんかスタンプのやつやろ、ほんでなんかブーちゃんに頼まれたホワイトボードのなんか青のマーカーで、あとこのクリップ、これでメロチはご飯でさ、ほら野菜とかちょっと使って袋の上止めといたりするのに、ここにね、目玉クリップちゃんが常にあるんやけど、なんでやろな、なんかな、使い終わったら戻しとるはずやのに、気づいたらどん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 ここのクリップちゃんたちがおらんくなっていくんかな、ほんと不思議。ゴム現象と一緒、ゴムもまあしょっちゅうしょっちゅう買っていくのに、どん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 なくなってさ、何回さ買い足せばいいねんっていうぐらいゴムも買い足しとるんやけど、クリップちゃんもねおらんくなるんやな。スマホクリップスタンド、これめっちゃなんか安かった気がする。近くで立てたい時とかにいいかなって思って買ってみた。使えるかどうかわからんけどな。あ、いけそう。あ、そういうことや。で、あとはこれもストックで、詰め替え用のね、パールタウト、フレアフレガランスやろ。ね、なんかちょっとこれ
すごいいい匂いしたからこれも買ってみた。あ、結構柔軟剤コロコロ変えるタイプ。柔軟剤も洗剤もそこまで絶対これじゃないと嫌っていうほどこだわりないから、あ、これいい匂いと思ったら試しに買ってきたりするんやけど、これもなんかサンプル置いてあってとか、なんなら落ちとって、サンプルがなんか落ちとると思って戻してあげやんとと思って、そのついでに匂い嗅いだらめっちゃいい匂いやと思ってそのノリで買ったんやけど、うん、いい匂いやったよ。あとはもうこれもストックでございます。キッチンペーパー、ティッシュ、長さ2倍巻きのトイレットペーパー。トイレットペーパーってすぐなくなるよな。だからさ、こういうさ2倍巻きみたいなやつをさ買ってきてます。はい、そんな感じで今回はいくらやっけな、トータル。でもな、だいたいお買い物行くと2万から3万ぐらい、1回の買い物な。いっぱい買わん人からしたらそんな長いレシート見たことないわっていうぐらいのレベルで、めっちゃ長いでレシート毎回。そうなんやけどさ、これこれが梅落ちが毎回行くとこれぐらいの長さのレシートがあります。でも今回はね、2万4000円くらいかな。これがだいたい梅落ちが1回スーパー行くと買ってくるの、こんな感じです。で、いつもお買い物行くときはもう事前にメアちゃんの買い忘れとかあんまりなんか好きじゃないっていうか、はぁってなるから、全部メモにこれいるこれいる、これも卵ネギなんちゃらかんちゃらこうちゃらこうちゃらみたいな全部メモ書いてって持ってきます。で、あとはこれも買っとこ、あ、これもあった方がいいな、これも買っとこみたいな感じで、だいたいいつも2万円台ぐらいの金額になります。毎回毎回これが絶対的に一緒っていうわけじゃないけど、今回のスーパーでのお買い物はこんな感じでございました。もう今日は一仕事終えたんで、とりあえず昼寝タイムしようかな。現在時刻は11時半、おもちゃんとちょっと遊んだお昼寝タイムしようかな。はい、まあそんな感じで、よかったらチャンネル登録と高評価やめろー、バイバーイ。もうほら、なんか生活感あっていいやろ、こういう動画も。たまには、たまにはな。おもちゃーん、おもちゃん、ちょっとすごいことになってる。ちょっとママが撮影してる横で、あなた何してくれとんのこれ。ちょっと何しとんのそれ、おもちゃん。ダメでしょ、いたずらしとった、ごめんねわ、ごめんねわごめんねわ、ごめんねって、ごめんねしてよ、まあ、可愛いから許すけどさ。なあおもちゃん、おもちゃん可愛い。